皆さんは普段水は水道水を使うだろうか、それともスーパーなどで買ってくるだろうか。またどちらも使用する人は、その水の違いがわかるだろうか。今回はそんな水道水と購入した水の違いについて一致の経験談をもとに、様々な人たちの反応をご覧いただこう。なお、一致やスレミンたちの意見はあくまで個人的なものであるため、それを念頭に置いてもらいたい。水道水よりも美味しく飲めるし料理もうまくなったし何よりカップラーメンの味が変わったな。一ヌの水も変えてやるんを。水は貸してお茶作ってるんやがその味も完全に変わったわんを。満足のハードルが上がっただけやで。しゃあない。だって前から水道水まずいな思ってたんや。これ掃除したらうまくなるんか？塩素が入っていないからね。ほんまうまいわ。どうせ2日で100円屋敷使わず買うんを。本当に人生変わってたらこんなとこには来ないぞ。今まで水道水を使用していた一致。それを試しにスーパーやドラッグストアなどで売っているミネラルウォーターに変えてみたところ、水の味が美味しくなったと満足しているようだ。だがスレミンたちの反応は冷静で、今更といった雰囲気を漂わせる。なんやイオンとかにあるアルカリイオン水か？いやそこら辺のスーパーで売ってる何々山の水みたいなやつや。そんな当たり前のことを得意げにどうしたの？ってなるよ。なんで教えてくれへんかったんや？そんで気になったんやが浄水器ってどうなんや？思い込みでうまいぞ。そんなあやふやな感想で買うほど甘くない。水がまずいので有名な京都に住んでるとき簡単な浄水機能ついてるケトルみたいなの使ってたけど全然違ったで。2ヶ月に1回くらい浄水する部分取り替えなあかんけど。取り替えるの忘れそうで怖いんを。しばらくスーパーで買ってきた水にするけど金に余裕できてきたら高い浄水器を検討するんを。わいは浄水器と天然水の味の違いがわからん。ほんまか。運営用の兄ちゃんに話聞いてみようかな。浄水器から出てくる浄水と天然水の違いは、原水とその処理方法にある。浄水はダムや河川の水などを加工して飲めるようにしているものに対し、天然水は特定の水源から作られている水を指す。ちなみに浄水器の水は原水が水道水だが、ミネラル成分を残しつつ様々なものを取り除き飲みやすい味になっている。対してミネラルウォーターは様々な種類があり、味も様々である。Y が使ってるのはホームセンターで投げ売りされてる2000円ぐらいのやつやわ。フィルター交換するより本体ごと変えた方が安いんだよな。高いのと比べたことあるか？やっぱ高いのと安いのじゃ変わるんかな。Y3000 円のから1万円のに変えたけど結構変わったで。ミネラルウォーターの味がする。ほんまか。要検討やなこれは。元は同じ水道水だけどな。そんなわけないやろ。小学生かな。ちゃうで。24歳の社会人やで。浄水器はメンテが面倒だし水道水飲んでるみたいな気分になるからやめとけ。メンテってカビでも入るんか？それならスーパーで買いだめした方がええな。Y 地下水飲みん水道水でも余裕でうまい。帰省した時とか氷がもうまずいもんな。わかる。氷とかなんか違うんを。お酒割るとき水道水の氷じゃなくて買ってきた水で作った氷で割ると、そううまくなったんをね。とか言ってまともに水道水も飲めないんやな。ほんま辛いんを。やっと普通にランクアップしたんやで。スーパーでバイトしてた時水大量に買っていくやつ見て何してるんやこいつって思ってたんや。Y が何してたんやほんま。一昔であれば自宅で沸かせるお茶をお金を出してまでわざわざ買う意味がわからないという人も多かったとは思うが、時代が進むにつれ今や水までお金を出して買う時代となった現代。水道水を使用していた一致にとっても、ミネラルウォーターの味は相当衝撃的だったようだ。水変えただけで人生変わったとか今までどんだけチープな人生を送ってたのかな？もともとおっちゃが何でもかんでも削減する人で水もそうやったんや。昔から水道水一択やったんやで。経済的には損でしかないやろ。いやええねん。結婚する気ないし金も溜まっていくんやから日常のストレス解消に使うんや。結局カップ麺で草。一番身近な水を使うもんがそれやったからな。でもまだカップ焼きそばに使うのは勇気いるからできてへんで。あれた負けは水道水でいいよな。いや変わらねえから。思い込みやでそれ。変わるんだよな。水道水で十分うまいと思えるわいい子だった。水道水が美味しいところか、かじたかやね。どっちでも水変わんでいいしそれが正しいで。犬の水は軟水にしとけよ。はいそっちのがええんやな3月。犬にミネラルウォーターを与える場合は、高度の低い軟水にしよう。軟水は高度が 120mg 以下のものを指しており、硬水と軟水の違いがよくわからない人は数値を参考にするといいだろう。ちなみに病気を患っている犬にミネラルウォーターを与える際には、高度 60mg 以下のものを選ぶようにしよう。カルキ飛ばすために湯冷まし作るのと、ベッドの水買うのどっちが安いんかな？
でも水道水、そやすいからの。ちな水道局職員。もう安いだけじゃ魅力感じへんのやすまんな。スレミンの中にはイッチのこのミネラルウォーターに対する衝撃と感動が長続きしないと予想している人もいる。ただこれはあくまでもイッチの下と好みから展開された話なので、気になる人はミネラルウォーターにチャレンジしてみてもいいかもしれない。さて次は、テレビ番組で放送されたとある発言が、スレミンたちの中でちょっとした話題を呼んだものをご紹介しよう。このスレで最初に一致が張ったのは、とあるテレビ番組で水道水飲んだ貧乏時代というテロップが出た瞬間の画像だった。水道水飲むのは貧乏なんやな。水道水で今でも麦茶作っとるが。アメリカ暮らしなんやろ。水道水飲んでる人を舐めてんのか。浮世離れしとるな。一致が貼り付けた画像を見るなり、疑問や皮肉を口にするスレミンたち。この水道水を飲んだ貧乏時代とは、お金がなくて水道水で空腹を満たしたという意味なのだろうが、これを貧乏イコール水道水を飲むと解釈しているスレミンもいるようだ。そこからスレミンたちの話は、水道水の味に発展していく。30年前の東京の水道水は確かに飲めなかったわ。嘘こけ。わい中学時代学校の水道蛇口からガブ飲みしとったぞ。30年前の話してるのに自分が中学生の時の実体験を持ち出す。だと？人生の先輩やぞ。うやまえ。普通浄水器つけるよね。カードリッジ買い替え高すぎるよね。ワイが使ってるのは1日30円や。金なくて水道水ばっか飲んでたってことなんやろな。これやぞ。そもそもミネラルウォーターって安くね？昔は高かったんか？水道水ってほんまに場所によって味が違うんやな。東京と長野でそれぞれ水道水飲んだがかなり違いを感じた。マジレスすると気圧の違い。気圧なん？水の源流が近いか遠いかで味が変わるんじゃないんか？水道管の状態にも左右されるけど、取水場の違いでめちゃくちゃ違うぞ。スレミンが言うように、地域によって水道水の味は大きく異なるようだ。その要因の一つとして挙げられているのが、減水や殺菌方法、また塩素殺菌している場合には使用している塩素の量などだ。様々な要因が重なっているため、これだと断定するのは難しい。地域差あんのかな？神奈川の水はとりあえずうまくない。変な味がする。神奈川でも田舎の方はわからんけど。あるぞ。臭いところはマジで臭い。田舎は美味しかった。水道水は田舎ならうまいんやろな。ミネラルウォーターしか飲まんわ。実家、そ田舎で湧き水飲んでたわ。久々に帰省して飲むとめっちゃうまい。30年前から20年前の東京の水は塩素たっぷりで言うなればプールの水みたいだったぞ。田舎から上京したワイは少なくとも飲めなかった。ワイずっと水道水飲んでるんやが？煽ってんのか。でもカルピスは水道水で作るよね。水道水普通に飲んどるわ。水道水飲まんっていうやつはカップ麺やカレーもミネラルウォーター使うんか？今って小学生も水筒持ち歩いてるらしいで。地元に住んでた時は水筒に水道水入れ替えて持って行ったわ。それくらいうまかった。浄水器なしで水道水グビグビ飲んだらいかんのか？ここまでのスレミンたちの話を聞く限り、都会では比較的水道水が美味しくない、田舎では水道水も美味しいという意見が多いようだ。皆さんの地元や住んでいる地域の水道水の味はどうだろうか？昔は公園の水飲み場で飲んでいる子供たちも多かったが、今ではマイボトルという名の水筒を持ち歩いている子供たちも多いようだ。引き水やったら絶対当たらんやろ。地元の水うまいやつはかなり違いわかるぽいで。ヒカキンもミネラルウォーター全部当ててたな。貞岡庄司が引き水やってたわね。日本水道水を完璧に当てたような。ミネラルウォーター間違えてパーフェクトならず。貞、すげえじゃん。水道水がまずく感じるのって冷えてないからなんやろか。わい北海道、毎日水道水ごくごく。井戸水プラス自前のろ過装置。一軒家から近くの集合住宅に引っ越ししたら水道まずくて浄水器買ったわ。集合住宅は給水設備次第やな。ごく小さいアパートなら元の水道管直結のとこもあってそういうとこはうまい。逆張りしてるけど普通に今みんな水買っとるやろ。上京した頃は東京の水道水飲んでたけど今でも飲食店のお冷やが水道水か浄水器かはわかるな。今は横浜の水道水飲んどる。横浜はまあまあ飲める。取水量でも変化するんや。水道水でも使いすぎると多少悪い部分をつぎ込んでも供給を間に合わせなければならなくなる。健康に影響は全くないが味は変わってくるねん。綺麗な水道水を飲むために一人一人が節水を心がけなあかんのやで。水道水が一番うまいまである。水道水臭いとこは臭いからな。水道水なんの違和感なく飲めるとこは幸せやで。水道水が臭いとは言っても、その匂いの原因は様々考えられる。
中でも有名なのはカルキ臭だ。ちなみにカルキとは次亜塩素酸カルシウムのことで、一般的には塩素と呼ばれている。水道水の味や匂いが消毒臭いと感じる場合には、その線が濃厚だ。その匂いを軽減させるには一度沸騰させるのが一番だが、塩素が失われるため長期保存をするのは避けよう。水道水なんて何年も飲んどらんわ。金持ちやば。水道水飲まない派の人間って、米をミネラルウォーターで炊いたりしてんの？別に摂取しないとまで極端なこと言うとらんやろ。浄水器はトースが普通に料理に使っとるで。金持ちだろうが鍋とかカレー作るときは普通に水道水ドバドバやろ。金持ち、うちはバーミキュラで無水カレーなんやで。ありそう。わい生まれてこの方30年ミネラルウォーターしか飲んだことない。水道水なんぞトイレ流したり風呂の水溜めたり茶碗洗うためのものと理解していた。お前らが水道水うまいとか言うから飲んでみたがゲロまずすぎて吐いた。水道水飲むとかありえねえ。これは育った環境の差か。わい愛知民、水道水や。京都の大学におる間は水道水飲めなかったわ。どうせ風呂の水は水道水やん。わい東京民やけどガブガブ飲んでるで。やばいんか。ミネラルウォーターで洗濯するやつもおるからな。スーパーとかでおじいちゃんおばあちゃんがミネラルウォーター箱買いしてるの見るとお前らどうやって現代まで生きてきたんやって思う。今ではミネラルウォーターや浄水器などが当たり前の時代だが、戦後まではそうしたものもなく、沸騰させて飲むのが一般的だっただろう。だからこそ、より水にも美味しさを求めたいと思っているのかもしれないし、万が一のための備蓄としているのかもしれない。つまり、ミネラルウォーターを購入する理由は人それぞれなのだ。沸かした茶、牛乳、コーヒー、ジュース、アルコール類、外ならともかく家で水を飲む機会ほとんどなくね。薬飲む時の水くらいやろ。水が一番美味しいんだよな。わい田舎者、水を買ってる人は貴族だけだと思ってた。夏も水道水飲んでんの？ぬるくて飲めたもんちゃうやろ。夏でも常に10度だぞ。ちな地下水。ペットボトルに水道水入れ冷やせばミネラルウォーターが実質タダで作れるんやで。3から4回までにしとけよ。ペットボトルは内部に細かい傷が。ってこれさっきやったな。この水道水を持ってついてこいよ。本来の水道水を飲ませてやるからさ。昔は水道水ごくごくやったけど今は2ヶ月に一度と4500円でクリスタルマイザー100本買ってるわ。わい熊本市民、水道水の方がミネラルウォーターよりうまくてにっこり。わいの家はガチで水がまずい。プラスチックケトルで沸かして放置したみたいな味がするんや。まずすぎるからミネラルウォーターやけどわかるで。水道水が飲めるってのは日本の誇りなんだが。でも日本には四季があるから。水素水だよね。お茶も水も当たり前に買える時代になったわけだが、それでもスレミンが言っていたように、美味しい水道水を飲める地域の人がいろんな意味で幸せなのは間違いないだろう。さて次は、こち亀の主人公の発言についてイッチやスレミンたちが持論を交わし合う一部始終をご覧いただこう。一理ある。そ田舎の戸建ての水道水も都会の戸建ての水道水も味は変わらんかったわ。いや味は変わるやろ。また身に流されてる。水だけにってか。むしろ水道管の更新が進んでる都会の方がうまいまである。なんてま、けなレスなんだろう。都会の水道管工事は田舎でする工事の何倍も金と時間がかかる。進むわけない。それは大阪だろ。都会の水道管工事が進んでるって話でこのソースを見る限り結局田舎も都会も大差ないってのがわかるやん。そして東京の水はまずいやん。結局老朽化以外の問題だろうけど、こち亀の量産こと量津勘吉が発言した水なんてどれも同じというセリフに賛否両論の反応を示すスレミンたち。それに加えて水道管老朽化のデータを見て都会と田舎で水道水の味が違うというのは見当違いな可能性が出てきたのだ。事実、水道水がまずいと言われている東京都がランキング上位にはいない。とはいえ、まずいという人が多いのであれば水道管以外のものが原因となっている可能性が高い。飲まなくてもうがいとかで口に含むだけでも全然違うぞ。そら純粋な H2O ならな。味は知らん。でも匂いや風味は確実に違う。硬水と軟水は誰が飲んでも違いわかるからな。水道水で十分にうまい。ごくごくですわ。聞いたことないメーカーの2リットル70円くらいの水とサントリーの南アルプス天然水100円の味の違いわかったらすごいな。同じ軟水のミネラルなら違いはわからんと思う。そう思ってたけど高い水飲んでみたら全然違ったわ。なんか後味甘ったるくて飲みづらい。普通のやつでええわ。水道水もイロハスも目隠しされたらわからんて。一軒家の水道ならよほど使ってない限りそこまでまずくならんやろ。
ミネラルウォーターのメーカーの違いわかるやつは希少やろけど逆に水道水とミネラルウォーターの違いわからんやつもそうおらんやろ。水なんてどれも一緒っしょとか言ってる人みんなにコントレックスくん飲んでほしいよな。高えよ。姉ちゃんがダイエットかなんかで飲んでたのちょっともらったけど全然別もんやったな。マジモンの香水はやべえぞ。秩父のあたりも香水やけど普通に飲める。正直な話地方の水より東京の水の方がうまい。フランス生まれのコントレックスは、超香水とも呼ばれているナチュラルミネラルウォーターだ。ナチュラルミネラルウォーターは、地中のミネラル成分が含まれている地下水を指す。このコントレックスが超香水と呼ばれる理由は、その高度が 1468mg パーリットルという高い数値を示していることにある。カルシウムやマグネシウムが豊富に入っているのが特徴だ。スーパーで無料で浄水してくれる水は普通にうまい。イロハス毎回箱買いしてるんすけど。最初はそう言ってても中川とかレイコに流されてハマって最後失敗するのが憂鬱だよな。ボルビックって売れてなかったんか？単純にフランスの元会社とキリンの契約が切れただけ。軟水やから日本人には飲みやすかったやろ。違うなというのはわかるが金払ってまで水道水以外を飲もうとは思わんな。水道水も定額で金取られてはいるが。自治体によってはまずいとこもあるとかないとか。Y の実家は、そいなかやから地下から水吸い上げてるけど軟水でうまいわ。水道水はマジで軽き臭すぎて飲めん。水がまずいって言ってるやつは配管言ってそう。両津は味覚いい加減な設定やし。SA やけど静岡と富山の水はうまかったな。まあ水素推進とレベルは変わらんしほっといたれや。コントレックスばっかり飲んでるわ。箱買いしちゃうよな。わかる。月2回頼んでる。ちなみにコントレックスは Amazon をはじめとするオンラインショッピングで購入できる。2023年10月現在は Amazon が最安値で12本入りが1900円台となっている。1本あたりにすると他の水に比べて高いため、お財布との相談になるだろう。Y の家の水道は軽き臭やばいで。災害時は消毒のため塩素入れて飲むんやで。最初から入ってる水道水はお得やね。うちの嫁さんの実家が水素水らしくて、水素水否定したらめっちゃ不機嫌になる。調べたらこれが世界一の香水か。ドナウォーターは、スロベニア生まれの微炭酸性超天然水だ。世界最高のマグネシウム含有量を誇り、高度は5000を超える。ただし普段の水のように大量に飲むのではなく、最初は 500ml のものを1から2日に分けて飲むなど、適切な飲み方をする必要がある天然水である。エビアンとかコントレックスとかミネラル多すぎてちょっと牛乳みたいな後味があるな。水がただの水なわけないやろ。いっぱい変なもの入ってるから味はそら変わるよ。ミネラルの量で味全然違うわ。香水と軟水の違いわからんのはやばい。何人民が毎日2リットル飲んでるやつ。コントレックスってそんなにええんか。アマゾンで買ってみるわ。天然水は国産だけでなく海外産のものも多くある。天然水に興味のある人は、国内外のもので自分に合いそうなものを挑戦してみるのもいいかもしれない。さて次は、若者は水道水を飲めないという話題をご紹介しよう。めっちゃわかるよね。水道水でお茶作ってるわ。それはまだええねん。水道水が飲めないねん。水道水は苦戦だわ。マジで匂いもやばいし飲むなんて無理よな。ワイは沸かせばいける。ワイも沸かせばいける。直は無理。日本の水道水はうまいというがうまかったことが一度もない。日本でこんだけまずいって世界はどうなってんのか。かわいそうに。本当にうまい水道水を飲んだことがないんだな。それは水道水じゃなくて水だろ。Y が言ってんのは水道水や。明日またここに来てください。本物の水道水を飲ませてあげますよ。若者は水道水が飲めないという話題から始まり、それに賛同するスレミンたちも多い。味がまずいという人もいれば、匂いが臭くて苦手だという人もいる。校舎の匂いに関しては先ほどもご紹介したカルキ臭もその一つだ。他にも錆臭かったり生臭かったり、匂いの原因は様々ある。そんな異臭がするのであれば、飲みたくなくなるのは当然である。どんなに水道が整備されても建物の中の貯水タンクと水道は基本的にメンテナンスされないから浄水はつけた方がええよ。浄水器あっても無理やろ。浄水器つけるようになってからギリ飲めるようになったわ。それ以前は臭すぎて無理だったから歯磨きも一回沸かしたの使ってた。歯磨きにも使えないってどんだけ臭いんだよ。貯水タンクに、タイでも入ってんちゃうか。冗談抜きで貯水槽をろくに洗ってなかったんだと思うわ。いろいろ適当なマンションだったし。Y はうがいは麦茶とかのお茶でやってるわ。気持ち悪くなるくらいならもったいないが仕方ない。ああだから鶴瓶さん頑張ってくれてるんやな。四国の田舎で飲んだ水道水はうまかったな。東京のは普通。
飲めなくもないけど飲もうと思わない。全国マジいよ。プラシーボ。古い建物に住んでそう。古くないで。古いからやぞ。今時はマンションに浄水器ついてるから蛇口から出てくる水道水は臭くないで。関係ないで。友人が比較的新しい部屋で飲んだことあるが、そまずかったし。地域によって全然違うわな。違くない。全国まずい。地下水汲み上げてる系のところは普通に飲めるレベルと思うぞ。俺も高校の頃地下水じゃない水道水飲んだことあるけどあれはまずいと思った。スレミンの中には自分が飲んだ水道水のまずさから全国の水道水がまずいと勘違いしている人もいるようだが、現にそんなことはないことを他のスレミンたちが証明している。そもそもこんなところでまずくないと意地を張る意味すらないため彼らが美味しいと言っているのは事実だろう。山梨の飲んだことある？東京隅田から流れてきてんじゃね？東京の水道水で全国語られてもね。沸かせばって言うけど温かくした方が匂いするし嫌やろ。成分飛ばんし。まあ左右で飲んだことはないかもな。味噌汁とかそういうのだったらいけるってことや。かじゃねえの。水道水がまずいってのは完全に気のせいで思い込み。浄水器通した水と飲み比べて正解できるか試してみな。冷えた水道水一番うまい説あるよな。正解。今住んでるところは水道直結の物件やけど、それでもさすがにすぐわかるで。匂いが全然違う。味は変わらんな。ならこのスレ思い込み多すぎやろ。事実なんや。Y 純血沖縄民族。本土の水道水飲んだ時めっちゃ感動した。よく直接水道水持って行って飲んでもらう企画あるけど時間置いてる以上何の意味もないよな。Y 栃木県民。水を買う意味がわからないくらい水道水がうまい。君のところはええんやで。下流の埼玉茨城千葉東京ではそういうわけにいかんのや。沖縄県民のスレミンが本州に来て水の美味しさに感動しているところを見ると沖縄県の水道水も癖が強いのだろう。また他のスレミンが言うように上流や下流でも異なるのかもしれないが、沖縄県の例を見る限り必ずしもそうではないようだ。一致病気やろ。Y のマッマもそうやったからわかるで。病気なのは飲んでる方や。免疫力下がってるだろうから今飲んだら腹壊しそう。マンションは築年数で全く味が違うわ。古いマンションはやべえくらい匂いする。洗ってないんやろな。東京さん、当たり前やけど飲めない。貯水タンクが大きいものが数多く設置されています。この大きい貯水タンクに貯められた水が、その後一般家庭に配給されることになる。貯められている期間が長ければ長いほど不純物が混じってしまう。買った水のペットボトルに飲んだ分だけ水道水追加して冷蔵庫に入れてるで。これで永遠にミネラルウォーター飲める。ウォーターサーバー買えよ。正体表したね。でも水道水には雑味があるから。水道水って風呂や洗い物に使うもので飲料や調理用ちゃうやろ。まあお金ないならしゃあないけど。小学生の時は、ぬほど飲んでた。このスレミンのように、子供の頃から水道水を飲んでいた人たちはおそらく公園の水飲み場や、学校の水道の蛇口を上にして直飲みしていた人たちだろう。今ではあまり見なくなった光景かもしれないが、昔はそうしている子供たちも少なくなかったのだ。お茶作るときは水道水の方がいいらしい。変わんねえよ。お茶の味が強すぎる。北海道の水道水うまいよな。札幌はあかんが。沖縄は硬水やからきついやろそもそも。カルピスも水道水で作った方が美味しい。カルピスは改良を重ねて子供の頃に飲んだあの舌に残るようなやつが残らなくなってるの感動した。Y 地区40年近い量の水道は鉄臭いわ。なんか対策あるかな。それは水道管の問題やからお前の努力では無理や。スレで臭い臭い言ってる人は大半が都民なんやと思う。東京の水道インフラは世界でトップクラスに安全基準高いけど、そまずい。水道水が飲めないと思うことなんて基本ないが中学の時に他校で飲んだ水道水は青臭くてとんでもない味だったわ。23区内はまずいって聞くで。Y は区内やからガブ飲みや。うまいとは思わんけど。今はどこでも水道水は飲めるやろ。まずいとしたらそれは水道管が劣化しとるからや。実家の井戸水が恋しい。全国どこでどんな状況でもまずいってお前の方が思い込みやろ。というかずっとコロナかかってんちゃうお前。だから水道水の味がまずいって言ってんねん。例えばイロハスとかの水は飲めるで。田舎やけど無理。普通に水買ってるわ。そうよな。Y は買うことはないがイロハスとかじゃない限り飲めんわ。水道水まずいって消毒用塩素のせいやろ。Y は気にならんからガブガブ飲む。まあせやろね。ありえんくらいまずいよな。浄水器でカルキ臭いの取れるやろ。ウォーターサーバー欲しい。あんなん水飲み放題やん。金に余裕あるならこれでええよな。Y はないからドラッグストアとかでもらうな。
ちなみに浄水器とウォーターサーバーの大きな違いは、浄水器が様々な不純物を取り除いた水道水であるのに対して、ウォーターサーバーはスーパーやコンビニなどでも購入できるミネラルウォーターを飲める。ただ維持費をはじめとした金額面を考えた時に安く済ませたい人は浄水器の方がおすすめだ。水道水飲めない民は水買っとるんか？飲まなきゃええやん。飲料なんかいくらでもあるんやし。ワイはそういうの気にせんから飲めるで。貯水タンク経由じゃなかったらよっぽどじゃない限りは飲めるレベルはある。でも君は飲食店で飲んでるそのお冷や水道水なんだよ。ご飯も水道水で炊いてるよ。米は浄水で炊く。汁物もできるだけ使うな。ワイに言われても困るで。飲食店は大概水道水で調理しとるわ。大阪水道局の水がモンドセレクションに選ばれてしまう時代に何を言うとるんやろな。市販のミネラルウォーターとかより水道水の方がよっぽど基準が厳しいやろ。浄水とかミネラルウォーターはすぐに飲むんなら問題ないけど、塩素入ってないから時間経過で悪くなるで。ワイも浄水器位置をつけとるけど、自動製氷機のタンクの水とか水筒の水とか加湿器の水は全部原水使っとるし。日本で水道水飲めないはやばいわ。ワイはアメリカでもヨーロッパでも飲んでたけど平気やったで。ただヨーロッパのは沸騰させるとなんか白く濁ってて面白かった。フランス行った時沸かした水道水や。普通に飲めたで。海外旅行や出張に行く人であればスレミンが持ってきた画像はあるあるなのだろうが、国内から出たことがない人が見れば、この画像は衝撃的なものだろう。水は国内でも地域柄があるように、どうやらお国柄も大きく関係しているようだ。全国とか言い出すとすげえ頭悪そうに見えるから、住んだことある地域とか言えばいいのに。静岡、東京に住んでて、北海道に旅行やで。水道水を空いたペットボトルに入れて冷蔵庫で冷やして飲んでるわ。普通蒸留してから飲むよね。夏はきついな。他は問題ない。札幌水道局の取水池なんかミネラルウォーターとして販売されとるのと同じなんやぞ。単なる思い込みや。どこの国やっけ水道水香水やから風呂すら毎日入れないのって。あんなんじゃないだけマシやろ。日本みたいにどこも軟水な国の方が稀じゃね？ヨーロッパ、水道水で髪洗いすぎるとギシギシになるから数日に一度しか洗わんらしいけど、ジャップと違って湿度が低いから数日洗わなくても気にならんらしい。ちなみにヨーロッパの水が白いのは硬水だからや。石灰が多いんやな。日本のはこんなのに比べたらよっぽどうまいし綺麗やで。日本の水が軟水なのって山だらけで急勾配で雨が降るそばから海に流れていくかららしいな。一方ヨーロッパは地形が平坦やから人の手に渡る頃には土壌のミネラルが溶け出しまくってる。外食のお冷やとかも飲めないんか？あれだって基本水道水やろ。無理やし飲むことはないで。結論から言ってしまえば、無理に水道水を飲む必要はない。美味しいと感じる人は飲めばいいし、まずかったり臭かったりする地域の人は無理に飲む必要はない。これは好み以前の問題で人の自由なのだから。さて次は、水道水が美味しい地域の一致と、そうでない地域の人たちのやりとりをご覧いただこう。最高。川の水の方がうまい。まずくはないだけやぞ。普通はウォーターサーバーの営業に負けるよね。地域による。マジでこれ、全然違う。水道水って上から読んでも下から読んでも水道水やんけ。くだらなくて草。ペットボトルの天然水より水道水沸かした方が安全らしいな。これ、水は買わず沸かしとるよ。都会の水道水の方がうまいのなんでなの？高度処理されてる分塩素濃度が低いからやで。田舎の方が塩素濃くてあかんのや。場所によるやろうけど設備更新されてるからやない？何年か前に水道工事したらまずくなった。それから飲めなくなった。水道水うまい地域に住んでるやつ勝ち組よな。水道水が美味しい地域の一致からしてみれば、水道水は最高に美味しいらしい。だが逆にもともとまずい地域や、水道工事をしたことでまずくなってしまった地域もあるようだ。こればかりは地域の当たり外れやタイミングも重なるようで、なんとも複雑である。日本は買わんでええよな。台湾の水飲んだら下痢で地獄やった。浄水器はマジでおすすめするわ。表現はできんがなんか違うよ。南アルプスの天然水常備してるわ。熊本はガチのマジでうまいわ。水道水で麦茶自作してるがうめえわ。スーパーで無料で入れれるちょっといい水をペットボトル10リットルくらい入れて自転車で買えるおばちゃんとか大変そうだわ。日常使いする水なんて水道水でよかろうにと思ってしまう。水道水凍らして真ん中の白い部分抜いてから飲めば問題ないんやっけ。あれ軽気なん？水は H2O の純度の高いところから凍っていくので、最後に凍る真ん中は不純物が濃縮するので捨てていい。ロックアイスのバイト時代に教わった。言うて容器に入れた水って普通外気に近い周りのところから凍ってくもんじゃね？
業務用の製氷機は冷風の当て方が違うって書いてあったな。だから透明で硬い氷ができるみたい。氷に関する雑学を披露するスレミンまで現れ、今までなんとなく好き嫌いが分かれていた水道水に関して深くまで知ろうとするスレミンたちもいる。一見好き嫌いで済まされそうな話題の一つではあるが、その理由を突き詰めていくと、好きである理由や嫌いである理由が明白になっていくのが興味深い。名古屋はマシらしいけど、それでも岐阜との県境を超えるだけで全然違ったな。岐阜は水道水のメッカやからな。各地の浄水場から研修に訪れる。水源にもこだわれ。Y のとこは地下水や。冬の朝キンキンの水道水飲むのがたまんねえんだよね。富士山のお水おいしい。ミネラルウォーターは2リットルで100円。水道水は1000リットルで100円。玉の水はおいしい。田舎で水がおいしいと生まれ育ったが、東京の方がおいしかったけん。ミネラルウォーターは地下水を使用しているのも多くある。もしかしたら水道水がおいしい地域は、地下水を使用しているからなのかもしれない。さて最後は、ミネラルウォーターを購入する人に疑問を抱く一致と、それに対するスレミンたちの反応をご覧いただこう。天然水とかあんなの味ないし、水道ひねれば出てくるのになんでわざわざ買うんだよ。長期保存できるメリットはあるな。水道水は1週間が限度やろ。なるほどね。水道水で氷作るとまずいから製氷機用の水だけは買ってる。味ないとかコントレックス飲んでから言え。上水道も有料やんけ。値段が違いすぎるだろ。トリハロメタンって知ってる？水道水があるにもかかわらず、なぜミネラルウォーターを購入するのか疑問を抱く一致。だが保存期間をスレミンが言うなり早々に納得してしまったようだ。ちなみにスレミンが言うトリハロメタンは水道水に含まれるものだ。2種類あり、それぞれトリハロメタンと総トリハロメタンと呼ばれている。トリハロメタンは化合物の総称であり、総トリハロメタンはその中の一部である。本当に喉乾いてる時は水かスポドリしか受け付けん。カルキ臭無理だから買ってる。自宅の水道水とかもう20年飲んでない。水道管汚そう。水よりそれな。水道管めっちゃサビサビだぜ。店で出てくる水って全部水道水だろ。ナチュラルミネラルウォーターって言うじゃん。水道水よりミネラル、栄養分多いのか？妹がドロップ缶に水入れてカタカタやって飲んでる。水道水の方が塩素入ってて長期保存できるだろ。他の飲み物買うのと一緒だろ。味がないから買うんだろ。水道水は塩素や金属の味。中には水道水が塩素や金属の味だと主張するスレミンもいるが、おそらくスレミンの使う水道水はカルキ臭や、金属の匂いがする場合は水道管に長く水が留まっていたことや、火事などで地域の水が大量に使われた際に配管の匂いがついてしまうのが原因のようだ。飲料水として水道水ここ5年は飲んでないな。お茶にしろ水にしろ 100% 買って飲んでる。20年前は都会の水なんて飲めなかったよ。まあ水道水を飲むにしてもカルキは抜かないといかんわな。カップ麺とかは沸騰させるから水道水だ。水道水の方がいろいろ入っていてお得です。飲んで硬水と軟水の違いわかる？全然違うぞ。硬水の舌触りとかひどいもんだぞ。ミネラル成分は豊富なんだろうけどな。水道水はおかしな腹だまり感ある。硬水はやっぱりちょっと飲みにくいよ。軟水はほぼ味がない。水道管の中を見たことあれば飲む気になれないよな。水道水の美味しい、まずいは地域や様々な要因で起こるようだ。だが水道水かミネラルウォーターかの論争については人の自由であり好みであるため、皆さんはそういう人に出会ったら、そういう好みや考えの人もいるのだと広い心と考えを持って接してほしい。最後までご視聴いただきありがとうございます。水道水派とミネラルウォーター派の論争を目の当たりにしていると協調性の大切さを再度強く感じます。何事も十人十色なので、自分と好みが違うからといって人の好みを悪く言うのは良くないですね。こちらの動画の感想があれば、ぜひコメント欄にお寄せください。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。